はい、ミュージシャン都市伝説テラーのくだらりくです。今回第2回目のこの都市伝説ラジオ、都市伝説ラジオって名前がついてるわけでもないんですけど、早速ですね2回目、やっていきたいと思います。前回ね、異世界に行く方法詰め合わせっていうのをアップしたんですけど、その中で冒頭でエレベーターでね異世界に行く方法を紹介しようと思ったんですけど、ちょっと短い時間で紹介できなそうな感じだったんで、聞いてもらえば分かると思うんですけど、もう僕の説明がしどろもどろすぎて、もう全然説明になってなかったんで、ひどかったですね、あれね。今日はそのエレベーターで異世界に行く方法について、お話ししようと思います。はい、今日も仕事の合間にですね、アップしております。早速ですけども、このネタも本当に都市伝説好きの間ではネットを中心にもうめちゃめちゃ有名なネタで、まあ、今更これ話すのかみたいなところもあると思うんですけど、コアな都市伝説のファン以外あんまり知らない人もいるし、あとこれ僕が日本テレビのねニノさんっていう嵐の二宮くんが出てる番組に出させてもらった時に話したネタなんですよ。まあ、これ前回も話したんで、お前自慢してんのかっていう感じだと思うんですけど、自慢してますはっきり言って。はい、なのでね、ちょっと初心者ネタといえば初心者ネタですが、おさらいとして話してみようと思います。まず異世界にエレベーターで行く方法なんですけども、条件がいろいろありまして、必ず10階以上あるエレベーターを使わないとダメです、この方法は。で、その10階以上あるエレベーターの、まあ、マンションなりビルなりを見つけたら、必ず1人で行う必要があります。複数人で行うと成功しないそうです、これは。まずエレベーターに絶対1人だけで乗って、次にエレベーターに乗ったまま4階、2階、6階、2階、10階、もう一回言いますよ、4階、2階、6階、2階、10階っていう順に移動するんですね。これ覚えるの大変ですけど、シニム20っていう覚えると、うちの相棒のペイ君がね言ってました。はい、このシニム20で移動するんですが、この間に誰か他の人がもし乗ってきちゃったら成功しないです。もう一回最初からやらないとダメです。で、シニム20移動して10階に着いた時に誰も乗っていなかったら、とりあえず第一段階は成功です。で、10階に着いたらそのまま降りずに今度5階をします。で、これ第2段階なんですけど、そのまま5階について、もしこの第2段階が成功していたら若い女の人が乗ってくるはずです、ここで。ただその人には絶対話しかけちゃダメです、これ。話しかけたら失敗です。で、若いその女性が乗ってきたら今度は1階を押します。なんですけど、1階を押したにもかかわらず、なぜかエレベーターは10階に上がっていくんですね。で、この上がっている途中におじけづいて他の階を押しちゃうと、これ失敗します。ただここが最後のチャンスなんで、本当にやめたいんだったらここでやめないと、もし成功しちゃったらそのまま異世界に行っちゃうと。で、そのまま10階にたどり着いたら、その10階の窓が、ドアが開いた時、そこは異世界だと。で、これネットに書いてあるんですけど、その世界っていうのはもう自分一人しかいない世界。で、その世界がどうなっているかっていうのは分からなくて、5階で乗ってきたその女性っていうのは人間ではないということだそうです。はい。で、これね、結構ネットに乗るだいぶ前から僕話を聞いていて、ネットに乗った時にわーってすごい広まったんですけど、この方法を試したサラリーマンの話があって、そのサラリーマンの話も僕結構昔に聞いたことがあるんですよ。で、ネットに載っている話と若干ちょっと違う部分があるんで、それも含めて
お話します。そのサラリーマンというのは都心のね、都会のど真ん中のビルで働いているサラリーマンなんですけども、土日を利用してこのエレベーター異世界、エレベーターで異世界行く方法をですね、試してみることにしました。でそこはもう本当土日になるとオフィス街なんでガチで誰もいないから試しやすいところなんですよ。これがでこれがどこかっていうのもちょっと僕は聞いたことがあるんで、これはこの話の最後にね、ここでお話しようと思います。でこのサラリーマンの人が、まあ、おっさんだか兄ちゃんだか分かんないですけど、4階2階6階2階10階の順に進んで、まあ、本当に土日人がいないんですごくスムーズに進んで10階まで行ったそうです。で10階に着いて5階を押して、これ5階で誰か乗ってくんのかなと思って待ってたら、5階のドアが開いたら実際本当に女の人が乗ってきたんですよ。でちょっと驚いてうっみたいなこと言ってしまったんですけども、ネットに書いてあるのはこれね、先輩の竹本さんだったって書いてあるんですけど、僕が聞いた時は全然違くて、全く知らない女の人が乗ってきたっていう風に、同僚かな、同僚が乗ってきたって言ったのかな。で知ってる人だったから、なんだってなってちょっと安心して、で休日出勤ですかみたいな感じで話して、いやそうなんですよみたいな世間話を、したんですね。でもそこでもう緊張の糸が解けちゃって、そのサラリーマンの男の人なんですけど、あもういいやって、もう今日これで帰ろうと思って一回押して帰ろうとしたらしいんですね。だけどその竹本さんが10階を先に押したんですよ。ネットではサラリーマンの男性が6階を押したって書いてあるんですけど、僕が聞いたのはちょっと違くて、1階を押す前にその女性が10階を先に押してしまったと、でネットには竹本さんは10階の人だから10階を押したって書いてあるんですが、僕が聞いたのはその同僚の人は10階の人じゃないんだけどなぜか10階を押したっていうふうに聞いたことがあります。でその時にサラリーマンの男性があれと思って、なんで10階押したんだろうってなって、ちょっと空気がピリってなってちょっと若干緊張感が発したんですよ。でそのエレベーターが10階まで、進んでいく中で、なぜかその女性っていうのは全く一言も喋んなくなったんですね、その同僚の女性が。であれってなんで喋んないんだろうと思って、そのままエレベーターが10階までゆっくり進んでいくじゃないですか。でその間にちょっとやっぱりビビってしまって、これ本当に異世界行っちゃうんじゃないかっていう思って、サラリーマンの男性は8階だか9階だかでとっさにボタンを押して、あじゃあ僕ここに用事があるんだよって言って出てっちゃったらしいんですよ。でドアがガーって開いて、で用事があるんだよって言ってもその同僚の女性は無言で何にも言わなかったらしいんですね。でそのままドアを出て、背後でドアが閉まる音を聞いてる途中に後ろの同僚がで舌打ちをしたっていう、まあ、これはネットにも書いてありますね。で振り向いたらもうドアが閉まっていて、エレベーターはもう上に上がっていった後だったと。なんで舌打ちしたんだろうみたいな、やっぱりあの人は人間じゃなくて異世界の人で、俺を異世界に連れてく途中で失敗してしまった、それの舌打ちなんじゃないかってちょっと怖くなって、でその日はもう急いでちょっと怖くなって帰っちゃった。で翌日の月曜日になって、会社に出勤した時にそのビルの、最上階付近にレストラン街があるので、いつも昼飯というのをそこで食べてたらしいんですね、そのサラリーマンの男の人は。でその昼飯時になっても、昨日のことがちょっと頭から離れなくて、したらその昼飯を食ってる時に同僚のその例の女性を見つけたんですよ。でどうしようかなって悩んだんだけど、ちょっと声かけてみようと思って、で昨日お疲れ様でしたって言ったら、その同僚の女性がえっていうふうに言ったんですね。でそれで何でもないですっていうふうにサラリーマンの男性が言って、それからその女性にはそのことはもう全然何も聞かなかったと。
でもし聞いて、そんなこと知らないですよとか言われたらちょっと怖いから、うん、っていう話なんですよね、これが。でここは最後にその屋上のレストランで同僚の人に会って聞いてみたっていう部分がネットには載ってなくて、それはネットでちょっと削除されちゃってるというか、噂が広まっている段階、広まっていく段階でそこは欠けちゃった部分なのかなとはちょっと僕は思ってるんですけど、で実際まあこの方法っていうのはすごく有名で、もうネットでも YouTuber とかがねガンガン検証したりしてるから、まあ、そういう動画見てみるのも面白いと思うんですけど、もしこれ成功してたら YouTube にアップできてないですよね、成功してる人がいたら。うん、ただまあすごく有名なネタです。でこのサラリーマンが試したビルというのはじゃあ果たしてどこだったのかという話なんですけども、これ僕が聞いた話では新宿の NS ビルという場所だと聞きました。僕は都庁の近くですね、新宿西口ので、僕昔 NS ビルでアルバイトしたんですよ。実はここにあるね、何回か忘れちゃったけどコールセンターで夜勤のバイトをずっとやってたんですね、何年か。でその時にもうこの話を知ってたんで、夜中動画にねちょっとバイト抜け出してやってみようかなと思ったんですけど、ちょっと怖くてできなかったですね。でこの NS ビルっていうのが今はどうか分かんないけど、最上階付近にレストラン街があって、そこでご飯食べれるようになってるんですよ。で本当に土日とか、もうたまに僕土日で働いたことあったんですけど、本当に人いないんで、この方法試すんだったら NS ビルはマジでおすすめです。はい、ぜひここへ自己責任でねやってみてください。で NS ビルってね結構昔からあるビルで、入ると中が吹き抜けになってすっごい天井まで高いんですよ。でそこでなんか飛び降り自殺をした人が何人かいるとか、結構そういう噂を聞いていて、で屋上になんか展望台があるんですよね、お金払って見に行ける。お金払うとこだから僕行ったことないんですけど、そういった話がいろいろあって、で夜勤で働いてても夜中トイレとか行くじゃないですか。だからトイレ行って夜勤3人しか働いてないはずなのにトイレの中で笑い声聞こえたりとか、トイレでね男子便所でおしっこしてる時に隣の便器がこうやってジャーっていきなり流れたりとか、センサーなんていうの今のトイレって定期的に洗浄するために定期的にね自動的にジャーって流れるようになってるらしいんですけど、ちょっと前に流れたのにまたすぐ流れたりとか、明らかにおかしい挙動の便器があったりするんですよ。でそれは便器の目の前に人がいて毒とセンサーが作動してジャーって流れるじゃないですか。だから僕の目に見えない何かがその前にいて、僕が用を足してる隣で移動したのかなみたいな感じの流れ方をしたりするんですよ。僕はそこで幽霊を見ることはなかったですけど、僕の同僚とかねそこでガンガン見たりとかしてるんですよね。だから NS ビルは結構ちょっとねなかなかのスポットです、あそこは。で西口といえばですね、ちょっと余談になりますけど、新宿の中央公園って広い公園がありますよね。であそこって UFO の目撃例が異常に多いんですよ。UFO ストーカーっていう英語のサイトがあるんですけど、それは Google マップみたいなマップが出てきて、そこに今まで現れた UFO の目撃情報が全部載ってるっていういかついサイトがありまして、これ超面白いからぜひ見てもらいたいんですけど、日本のねとこ見ると東京の新宿西口の中央公園が異様に目撃例多いです。だからね西口ってなんかあるんじゃないですかね、あそこって、いわくのあるものが、でもっと西口のことを調べてみるといろんなことが分かるかもしれないです。このエレベーターで異世界に行く方法はネットに載ってる方法なんですが、ちょっと僕が聞いた話とネットに載ってるのは違うんで、僕が聞いた話を改めてちょっとここで、お伝えしてみました。はい、
では次回はですね、また別の都市伝説をお話しようと思いますんで、楽しみにしててください。どうもありがとうございました。くだらりくでした。